私アナウンサーになれない、君もいろいろしてきたくせに、どうやって息をするのが正解だったか教えて、絶対安全ドラッグ、この歌私のこと歌っている気持ち、夜じゃなきゃバイトもできないし、どうして女の子がロックをしてはいけないの、素直な子が好きだって言うから、素直に生きてるだけでしょ、寂しい今までの嘘全部バレても、私のこと好きだいてね、女子力ピンクに山々かわいい、ピンク色がどうして一緒じゃないのよ、ああ汚されるための成就じゃないわ、ピンクは見せられない、私の夢は君だけ散らしたブサイクでボロボロのライフを、幸せになって約束よ、私の夢は君の孤独のためにだけ光るよ、君が作った美しい君に会いたいの、私の夢は君が蹴散らしたブサイクでボロボロのライフを、かき集め聖子です。よろしくお願いします。
すべてのことを歌いに来ました。この前大阪にちょっと1週間前くらいも来てたんですけど、あんまりライブのために来ることが多いので、そんなに街を歩くことが少なかったんですよ。なんで歩いてみようと思って、こう一番の有名な橋のとこあるじゃないですか、川橋グリコのとこあるじゃないですか。あそこを歩いてたら、もう本当にいろんなツアーで、まあライブハウスは治安の悪い場所が結構多いので、繁華街が多いので、まあまあ結構治安が悪いなっていうところに慣れてたんですけど、レベチレベチでした。なんかもうゴミ袋を雪山だと思ってダイブしてる人がいたりとか、あ、こんなにすごいんだみたいなね、すごいと思って、でもこうなんていうんですかね、もうなんか街はこうでなくっちゃって思う部分もすごくあって、なんか一回ドルガバのところに行ってくださいってタクシーで大阪で言ったら、何ドブ川って言われたことがあるんですよ。 でもそれもそうじゃないですか、そのゴミ袋に突っ込んでた人と、なんかブラハイブラとかのビル街が全部ごっちゃになっていて、なんかパルコっていうのは結構そういう文化を作ろうとして発信しようとしてるところっていうので、結構渋谷のこう坂の中間にあるものなので、それがこう心斎橋のこういうところにあるのってすごくいいことだなって思います。それでは次の曲聴いてください。まさに超天国ですね。小さくサイトの見飽きた式目にあったら、これからはこんなに受けて誰にもバラずに生きてやる、乗るはずだった電車のドアに挟まった、タバウのベルト、そうだね、大事なものはない、ちぎっちゃってくれていいよ、過ぎ去ってくれていいよ、そっちが行き先じゃないから、
話すと君顔持ちなくて SOS はめんどくさい夢しょうがない Fuck you! アイコン違う顔You say で書いちゃうと Come on 消えない I love you 発売延期で僕だけのキラーちゃしてもらえるパンタチェ黒キャミソー包丁で妄想通りさ君だけがアイドルいつまでも大きい瞳で大丈夫な日の私だけを見つめてよ派手だとバチ散らしたいストーリー不況なアンディI'm sorry.
こには君が天国ランキング見つけられ見上げてね嫉妬見上げれば君を全部嘘でした。美容室でも嘘が乗りました。本当の僕じゃないのなら侮蔑されても耐えられる。違うんだ、君を死のうちから救いに来た僕天使なのにお前は死神だと言われてそれでもいいやと泣いている。悲しみの準備を手のもの吐きやすい柔らかいものを食べる。いつか別れるかもしれないから形あるものは全ていらない。君が幸せに生きるなら僕はボロボロで構わないよ。身代わりになって何度も死んでたらその形は化け物さ。とかどうでもいいって言って抱きしめてよ。いつか男とか女とか関係なくなるくらいに愛しようよ。いつか僕も誰かのポテトサラダになりたい。いつか誰かの手羽差しに、いつか誰かの栄養に、いつか誰かの吐いて捨てるようなものに、いつか誰かのキスをして寝るきっかけに、いつか誰かの何かになりたいなんて本当恥ずかしいこと考えちゃったな。お前みたいなやつが子供を育てちゃいけないとか言われて、いつか歴史が僕を正しいと証明したって僕をボロボロにしたすべて僕はどうしても殺したくて誰もはみ出さないクソ平和のため僕だけが僕を殺して死んだように生きてこそ生きられるこの星が弱ったくひるがえせ世界を謝る僕は死に神さ席を蹴散らして
ことあったんだ。Loneliness いつか誰かが
聞いてください。そしてこの頂点のコギー下げてのツアーなんと大阪もあります。12月16日合ってますか、あれ合ってる、12月16日ゼップ大阪ベイサイドにてバンド編成遊びに来ますので、ぜひぜひ皆さん来てください。よろしくお願いします。ありがとうございました。